こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で稼ぐ3つの方法。ね、これ人によって、どの方法で稼ぐのが一番効率がいいというのが変わってきてます。まず1番、ひたすら Amazon 輸出、FBA ですね。まあ、これ輸送とかの問題があって、ホリデーシーズンは特におすすめです。まあ、Amazon 輸出で儲かる商品を見つけてひたすら売りまくると。ただ定額品が売れるんで、まめに商品を探し続ける必要があります。まあ、安い商品なんでね、ライバルも入ってきやすいと。だから免疫力がつくまでは、十分免疫力がつくまではですね、リアル店舗仕入れを中心にしてください。これ、うまくいってない人の傾向としてですね、あんまり商品知識豊富じゃないのに、店舗行くのめんどくさいから、あるいはね、店舗に行く時間が取れないからって言って、ネット仕入ればっかりやってる人、まあ、これが商品探しで行き詰まりやすいです。ね、商品探してもすぐに価格競争に巻き込まれて儲かんなくなりますと。言ってる方の特色を見てると、大体がリアル店舗行くのが好きじゃないと。商品知識が乏しいということが言えます。だからね、カタログ作りめんどくさいとか、独自ショップ作るの面倒だと。ね、だから eBay、独自ショップとかやらずに、Amazon だけで行くという方は、逆に商品仕入れの方に力を入れなきゃいけないと。で、商品知識、どうしてもね、商品知識があまりないうちにネットで見るだけという形で商品を見るとですね、かなりマンネリ化します。ほとんどの人が思いつく商品しか仕入れられないと。しかもネットで仕入れるから誰でも仕入れる。ね、誰でもどこに住んでても仕入れられる商品だと。こうなると、価格競争に巻き込まれるのは必須ですんで、まあ、注意点としてはね、リアル店舗、面倒でもリアル店舗行くというのがおすすめです。なんでリアル店舗がいいのかとか、ね、その辺はまた別な動画の方で解説します。そして、Amazon 輸出、ね、FBA プラス eBay。これはね、Amazon だとどうしても定額商品しか、売れないです。高い商品もね、売れるは売れるんですけど、まあ、破損した時のね、保証が低いとか、FBA だとね、高額商品でも安い商品と同じような注意で送るんで壊れやすい。あるいはね、壊れた時の保証。それからそもそも Amazon にはそんなに高額商品をね、買うお客さんは、いないということもあって、例えば Amazon で30ドルから50ドルぐらいでね、売れる商品を見つけたと。で、その上級版を売るのは、以前だったらね、Amazon でそのまま売っても、高く売れたんでいいんですけど、今ね、高い商品の方が逆にライバルが、多いと、ね、商品によっては100人、超えてるというようなこともありますんで、eBay で売った方が売りやすいです。ただ注意点としては eBay は専門店化する必要があります。いきなりね、eBay でカタログ作って出品のお金もかかるし、初めは、リミットアップも必要なんで全然売れないと。eBay からいきなり始めると、なかなか売れる商品見つからないです。だから Amazon で見つけた商品の上位版を eBay で売ると。ね、この形は結構効率がいいんでおすすめです。特に副業で稼ぐパターンではおすすめですね。Amazon で見つけた商品で、ホリデーシーズンは Amazon でガツンと FBA に入れると。で、普段は儲かる商品だけ eBay で売るという形だとね、そんなに、たくさん働かなくても、まあ、月10万から30万ぐらい、まあ、投下する資金とね、使う時間によって変わりますけど、まあ、10万から30万ぐらいの間の金額を、この Amazon 輸出と eBay で稼ぐというのが、おそらくほとんどの人にとって、一番ストレスなく、楽に稼げる組み合わせです。で、3番目。Amazon 輸出と eBay と独自ショップを組み合わせると。これはね、本業で稼ぐおすすめのパターンです。Amazon で商品を見つける。eBay で高額品を売ると。で、さらに、もっと高額品、あるいはリピート販売は独自ショップで売るという形だとね、例えば予約販売とか探して売るとかね、そういうパターンも取れますし、eBay みたくね、変な詐欺に遭うことも、独自ショップだと、ほとんどないと。まあ、ただし集客もほとんどできないんで、これを eBay と Amazon に集客と信頼度の補完を頼むという形になります。まあ、それぞれの特色ですね。Amazon は商品を売るのが一番簡単です。
なぜなら何もやることないと。商品見つけて出すだけ。カタログも作る必要なし。集客は Amazon がやってるからやる必要なし。梱包と配送も、Amazon がやってくれるんで、商品を出すだけで売れると。eBay は一番大変な集客と、信頼の補完を eBay 任せにできます。これね、eBay で買って、PayPal で決済すれば、偽物とかね、届いた時には返金が受けられるというのでね、eBay 出してれば、まあ、まともなものならほとんど売れます。まあ、eBay でね、売れないものは、ライバルに負けてると、売りにくい商品。ね、そういうことが言えますんで、Amazon で売って eBay に行くって形でいけば、割とスムーズに、売れる商品が、効率よく売ることできます。そして独自ショップ。これはね、全部自分でやる必要があります。まあ、全部自分でやる必要がありますから、まあ、初めからね、独自ショップで作るという形だと、商品探して載せて、ショップを作って集客して、半年1年かかりました。で、売ってみたら全く売れませんと。ね、売れない商品だったということもよくあります。それだとね、10個の商品試すのにね、下手したら5年から10年かかっちゃいますんで、そんな根気よくやれる人は普通いません。だから、eBay で商品を探して、eBay である程度高額品も売れるというのを確認してから独自ショップを作る。まあ、この形だとね、無駄がないんで、結構おすすめです。こんな形で、性格や商品知識、資金力によって最適な組み合わせは異なります。まあ、日本に住んでるならね、Amazon 輸出さえやっていれば80%の人は稼げるんですけど、ただ、Amazon 輸出もね、今やライバルも増えてきてますんで、eBay や独自ショップを組み合わせた方が効率よく稼げることが多いです。まあ、転売アカデミーでは、性格や商品知識、資金力によって最適な組み合わせをお勧めしてます。まあ、これね、全部のパターン、1、2、3ね、Amazon だけじゃいけないんですかとかね、eBay もやらなきゃいけないでしょうか。やっぱ独自ショップもやった方が稼げるんでしょうかね。これはね、性格によります。人によってはね、まあ、商品知識、商品を探すだけだったら、まあ、全然何の苦労もないと。ね、ただ eBay はめんどくさい。まあ、独自ショップなんて考えただけで頭痛いという方もいますから、その場合はもう Amazon の方が向いてます。で、そういう人もね、結構いらっしゃいます。私もどっちかって言ったらそっちの方です。ただね、逆に、商品を見つけるのが大変だと、コツコツいろいろやるのは、苦になりませんという方はね、逆に eBay や独自ショップを組み合わせた方が稼ぎやすかったりします。その辺はね、スカイプで話したり、チャットワークでやり取りしたりしている中で、おすすめの方法をアドバイスしてますので、お気軽にご質問ください。そんなわけで今日は Amazon で稼ぐ3つの方法、まあ、人によってはね、Amazon だけではなく、eBay や独自ショップを組み合わせた方がスムーズに稼げる。まあ、逆に言うと、Amazon 輸出だけで稼ぐんであれば、商品知識をつけることは必須であると。商品知識の不十分なうちは、まめに相談していただいて、まめにね、おすすめするリアル店舗の仕入れなどをやっていただく必要があるというお話でした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。